はい。皆さん、こんにちは。下田竹史でございます。今回何持ってきたかというと、今回に関してはこれ持ってきました。商品名、リフレックス。一般名に関しては、ミルタザピンですね。これを持って参りました。まあ、このね、リフレックス今回取り上げてますが、実はね、このリフレックスと同じお薬で、レメロンってもなります。ということで、今回は、リフレックス、レメロン。これについて見ていくということになります。じゃあ、なんでこんなものを取り上げたのか。なんでリフレックス取り上げたのって話になるんですけども、このリフレックス、レメロン取り上げた理由としては、抗うつ薬ってたくさんあります。 三関係、四関係、そして SSRI、SNRI といろいろあるんですけども、まあ、今回はね、このミルタタピン、それらとは違って NASA と言われるものに分類されている。じゃあこの NASA っていうのはどんなものなんですか 三関係、四関係、SSRI、SNRI とどう違うんですかどう効いていくんですかってことを知ってほしいので、皆さん、抗成薬たくさんある中でも、このミルタダピン、これは NASA ってものに該当していて、これがどうやって作用するのか、どんな特徴あるのかってことを知ってほしかったんで、今回はミルタダピン取り上げました。ってことで、今回ミルタダピン、まあリフレックスについてなんですけども、まあ、レメロについても同じ内容なんで、リフレックス、レメロについて見ていくということになります。最後まで動画楽しんでみてください。 はい。じゃあ続きあります。続きは何かというと、薬効分類です。この薬効分類なんですどうかというと、この薬効分類に関しては、ノルアドレナリンセロトニン作動性交通薬というふうになってますね。で、この言葉だけ見ても、どういうふうに働くのっていうふうになるんですが、この言葉ちょっとわかりにくいので、まあ簡単に言っとくと、ノルアドセロトニン、これを 有利しやすくすくくるおお薬と思っておいてくださいだまあそれ以外の作用もありますけどもまあ大まかにねノルアドセロトニンを有利しやすくするんだと思っておいてくれれば結構です。で他の薬とどう違うかっていうと三関系もしくは SSRISNRI に関してはこれらは再取り込みを阻害することによってノルアドセロトニンの量を増やすっていうふうになってるんですけどそれらとは違って放出を促進っていうふうになってますね。 有利を促進といいう風になってますのでそこの違いちゃんと分かっておいいくださいちなみに4関係はですね、取り込み阻害と放出促進がありますんで、まあ、4関係の有利促進、放出促進と似ているというふうに思っておいてくれればいいです。同じものじゃないんですけども、4関係の一部に放出促進、有利促進というのがありますので、それと似てるんだなと思っておいてくれれば結構です。まあ、それ以外の差もありますけども、4関係の一部と似てるんだなということを知っておいてください。ちなみに訳してナッサと言います。ナッサ。 ナスじゃないですよ。アメリカ高級中局じゃないです。ナスサ、ちっちゃいやつ入りますけど、ナスサと言いますんで、まあナスサと言われたら。ノルアドとセロトニンの放出を促進してるんだなってこと、これをわかりましょう。これが薬効分類となります。 はい。じゃあ、続き確認していきます。続きに関しては何かというと、続きに関しては薬効薬理作用基準。これについて確認していきます。特に作用基準の部分すごく面白くなってますんで、皆さんの作用基準の部分しっかり確認してください。じゃあ、この作用基準の部分についてなんですが、どうかというと、これについては文章で見てもなかなかわかりにくいだろうということで、今回図を用意してますから、皆さんこの図を使ってどんな風に作用してるのかなっていうのこれを押さえるようにしてください。じゃあ、このね、ミルタダピンなんですがどうかというと、このミルタダピンに関しては、 ノルアドレナリンの有利を促進。そしてセロトニンの有利を促進する。っていうふうになってます。じゃあ、どんなふうに有利促進しているのか。これをね、今から確認していきますので、皆さんどんなふうに有利促進しているのかなってことをこの図で押さえていってください。じゃあ、まずね、ノルアドレナリンの有利促進、ここから見ていくんだけど、ノルアドレナリンってどこから出るかっていうと、ノルアドレナリンに関しては、 神経終末、ここから出てますよということで、この図でいうと、この2つの部分からノルアドレナリンが出ております。で、このノルアドレナリン、これ出てるんですが、これ有利を促進するってなるんだけど、どうやって有利促進してるかというと、このノルアドレナリンが出るところの神経ですね、この終末に関しては、アドレナリンアルファ2自己受容体っていうのがあります。で、このア,ルアドレナリンアルファ2自己受容体なんですけど、これ刺激されると、乗る後出すなって信号出すんですね。 アルファ2状態が刺激されると、ノルアドを出すなっていう信号を出します。なのでどうかというと、ミルタダピンはここを遮断することによって、そのノルアドを出すなっていう信号を抑制する。それによって、ノルアドレナリンがより出やすくなるんですよということになってます。ということですね。なので、アルファ2状態を遮断することによって、ノルアドを出さないでくださいっていう信号を抑えて、 ノルアドの有利を促進するんだってことを押さえておいてください。はい。じゃあこの α2 状態ってここだけなのかというと、実は α2 状態に関しては、ノルアドレナリン細胞体と言われるところにもあります。このノルアドレナリン細胞体、こういうところにもあるんだけど、この α2 状態を遮断することによって、メルトガティンがこれを遮断することによって、ノルアドレナリン細胞体がより活性化されて、ノルアドレナリン出せ、出せ。 出せっていうふうになるんだということを知っておいてください。アルファ2状態を遮断することによって、ノルアドレナリンの有利が促進されるんだってことを知っておいてください。これがノルアドレナリン神経に関する内容。ノルアドレナリンが出ていくよっていう話になっています。じゃあ次、セロトニン。どうかなって話なんですが、セロトニン出す細胞、神経ですね。ここにあります。じゃセロトニン出す 細胞神経あるんですけどどうかというとセロトニン細胞体っていうところがあるんですがこのセロトニン細胞体に関してはアドレナリン α 1状態があります。アルファ1状態これがあるというでこのも α 1状態なんですがどうかというとこの α 1状態は出てきたノルアドレナリンによって刺激されます。 出てきたノルアドレナリンですねこれが刺激するんですよメルタラピンが刺激するんじゃなくて出てきたノルアドレナリンがアルファバン状態刺激刺激刺激ってするとそうするとセロトニン細胞体が元気になるよとなりますで、このセロトニン細胞体が元気になることによってセロトニンが有利されやすくなるんですよという風うになるんだということです では、これだけでセロトニンが有利されやすくなるのかというと、そうじゃなくて、セロトニンが有利で、有利していく、その細胞体にもアルファ2状態があります。でも、アルファ2状態、これを遮断することによって、セロトニンがより出やすくなるんですよ、というふうになりますんで、このことも知っておいてください。セロトニン出やすくなるっていう作用に関しては、出てきたノルアドレナリンによって、アルファ1状態が刺激されるってことと、あとはミルタダピンがアルファ2状態を遮断することによって、 セロトニンを有利しやすくしてるんだってこと。このことを知っておいてください。これがセロトニンの有利の促進となっているということです。じゃあ、これだけなのかというと、そうではなくて、ミルタタピン、これまたすごいんですが、セロトニン受容体にも働きます。高シナプスセロトニン神経ですね。まあ、セロトニンを受ける方ですね。受ける方についても働くと。じゃあ、このセロトニンを受ける方。 受け取る方にも働くんですが、どうしていくかというと、こうしますね。5HT2 を遮断、5HT3 を遮断するというふうになります。そうすると、5HT1 のみに働きやすくなる。特異的に働くというふうになりますんで、これによってどうかというと、抗うつ作用が出たりするよということになっているということです。なので、 有利促進、有利促進だけじゃなくて、セロトニンの受ける受容体、これの遮断なんかもしますんで、特異的に GoHT1 に働くというふうになりますから、このことを知っておくといいかなと思います。ということで、このミルタダピン、まあ、すごいですね。有利促進、有利促進もするし、あとは遮断もします。受容体の遮断なんかもするんですごい面白い作用を持ってますから、皆さんこの作用機能をしっかり理解してください。でまあ 実際にこれ流れ聞くとちょっとややこしそうなんですけどもすごい単純でアルファ2状態ですねアルファ2状態で遮断してノルアドの有利促進セロトニン有利促進そしてあとは出てきたノルアドがアルファ1状態これを刺激することによってセロトニンが出やすくなるであとはどうかというとあとはセロトニンを受け取るところですねこれが2と3が遮断されて1だけ まあ、遮断されないんで、一置に異的に働くようになるとなってますんで、まあ、見るとそんなに難しくありません。ただ、文章で見ると、何これってなるので、文章で見るよりは、この図で流れを追っかけて、どんな風に作用しているのかなって押さえてもらったらいいかなと思います。で、まあ、文章で作用をね、ざーっと押さえるのは大変ですから、まあ、文章で押さえるんだったら、ノルアドの有利促進、セロトニーの有利促進、そして H、5HE2、5HE3、これを遮断するんで、5HE1 に働く。まあ、これで十分かなと思います。で、あとはね、 まあ自己状態を減っている状態とかいろいろあるんですけど、まあ、細かいところを知りたい人に関してはこの図で見てもらったらいいかなというふうになってますので皆さんこの図でどんなふうに作用しているのか、まあ、すごい面白いのでしっかり把握してもらったらいいかなと思いますはいじゃあ続きやっていきます続きに関しては何かというと続きに関しては適応症服用方法使用方法をこれについて確認していきますじゃあ適応症どうかというと適応症に関してはこうですねうつ病うつ状態に適応があるよとされております で、まあ、ここね、適応症をちゃんと押さえておいてほしいんですけど、なんで適応症をちゃんと押さえてほしいかというと、他の抗うつ薬、三管系抗うつ薬、SSRI、SNRI に関してはどうかというと、うつ病、うつ状態以外に使うこともあります。三管系抗うつ薬だったら、夜尿が出ちゃう。夜尿症とか飲尿症、そういったものに使ったりすることありますし、あとは、 SSRI だったらパニック障害とかね。まあそんなものに使ったりすることあります。社会不安障害とかに使ったりすることもある。そして SNRI に関してはどうかというとディロキセチン、サインバルタってことですね。これに関しては痛みに使ったりすることありますんで、他の抗うつ薬っていうのはいろんな使い方あったりするんだけど、この NASA に関してはうつ病、うつ状態にした使いませんので、そのことを知っといてください。で逆に言うと SNRI とか SSRI とか、三環系抗うつ薬が出てきたときに、あ、うつだなってなるんじゃなくて、他に使い方があって、 他の適用でで、使ってる可能性もありますんでそんなことも考慮しなきゃいけないってなってるんだけどこの NASA に関してはもう出てきた時点でうつ病うつ状態なんだというふうに見てくれれば結構です。まあ、適用がこののつしかありませんので他の使い方はは基本的にはありません。じゃあどんなふうに使っていくかというと使い方に関してはこうですね1日15を初期容量としますよ少量から始めていくよとで15から30を1日1回寝る前に使っていく。 で、45を超えない範囲で適宜増減するってなってますんで、45が最大値です。15、30まで。これが最大となってるということですね。で、増量するにあたってもどうかというと、増量に関しては1週間以上の間隔を上げて15ずつ増やしていくっていうふうになってますんで、15、45みたいな使い方しませんし、1日目15、2日目30、そして3日目45みたいな使い方もしません。1週間間隔を上げて15ずつ増加して増量していくんだなっていうふうになってますんで、そのこと知っておいてください。 あとは注意事項ありますね。注意事項に関してはどうかというと、24歳以下の患者で自殺燃料、自殺機とのリスクが同化するっていう報告があるので、リスクとベネヒットを考えて投与することとされているということです。年齢も見てください。いくつなのかなってことを見なきゃいけないということです。で、かつもう一個ありますね。 7から17歳の第一病性障害患者を対象としたプラセボ対象臨床試験において有効性が確認できなかったっていうふうになってますのでどうかというと18歳未満の第一病性障害患者に投与する場合には適用慎重に検討する。 18歳未満に関してはどうかというと、有効性は確認できない。なので、18歳未満に対して本当に使って効果あるのかなーってことでちゃんと考えて投与しなきゃいけないんですよとなってますから、投与するにあたっては年齢、これも確認しなきゃいけませんので、皆さん特に若い人に投与するときに関しては注意していかなきゃいけないんだってことを知っておいてください。これが何かというと、適用症、服用方法、使用方法に関する内容となってます。はい、じゃあ続けます。 続きに関しては何かというと、近畿、使用できない場合です。じゃあこの使用できない場合に関してはどうかというと、まず一つに関しては過敏症がある場合ですね。まあこれはいいと思います。どの薬物でも大体書いてるということでいいでしょう。で、もう一個何があるかというと、もう一個に関しては、万を阻害薬。これを使っている時に関してはダメ。もしくは万を阻害剤、これをですね、投与中止後2週間以内はダメですよ、とされているということです。 で、このマオ阻害薬って何してるかというと、モノアミン酸化酵素を阻害してます。じゃあ、モノアミン酸化酵素って何かというと、モノアミン酸化酵素に関しては、モノアミンが酸化してますね。じゃあ、モノアミンって何ってなるんですけど、モノアミンっていうのは、ノルアドレナリン、アドレナリン、もしくはセロトニンとかですね。そういったものがモノアミンです。ちなみに、ドパミンもモノアミンになります。で、そういったもの自体を酸化する酵素。これをマオという。で、それを阻害するのをマオ阻害剤と言います。ということです。マオ阻害剤使うとどうなるかというと、セロトニンが代謝されない。 っていうふうになったりするんで、セロトニン症候群の原因になったりしますから、魔法阻害薬。これに関しては、セロトニンの量を増やすようなもの。セロトニンの放出を増やすようなものと、大体併用禁忌とされているということね。このこと知っておいてください。で、どんなものあるかというと、セレギリンとかラサギリンっていうのがあるんですが、セレギリンに関しては FP と言われる薬。そしてですね、ラサギリンに関してはアジレクトという新しい薬になってますので、まあ、こういったもの自体が魔法阻害するんで、リフレックスと相互作量。 併用禁忌ですよとされてますんでそのこと知っておきましょう。ちなみにこのセレギンダサギンに関してはどうかというとこの2つに関してはパーキンソン病の治療に使いますのでパーキンソン病の患者さんでリフレックス絶た場合に関しては併用禁忌薬がありますので注意が必要ということになります。逆にリフレックス使ってる人でパーキンソン病を治療している人で新しくね FP 出てきたとかですねもしくはアジレクで出てきた時に関しては併用禁忌あるんで注意しなきゃいけないとなってますんでそのこと知っておいてもらったらいいかなと思います。 はい。じゃあ次ですね。使用するにあたっての注意事項なんですが、いろいろあります。ここにですね、わーっといろいろまとめてますけども、添付文書見てもらってもですね、このような内容載ってるはずです。で、まあ、ここについては大まかに押さえておきましょう。まあ、使うにあたってですね、自殺機となんかが現れることあるんで、行動変化、これを確認しなきゃいけないですよ。注意してくださいね、とかね。あとは自覚症状が 現れることあります、ねまあどんなものあるかというと不安とか焦燥とか興奮とかまあそんなこと現れることあるんでそういったことに注意して使ってくださいねっていうふうになってます。で使うにあたって 使っていくにあたって自殺起動が現れることあるんで行動変化ないかなとか自覚症状の変化ないかなとか、まあ、そういったことを見ていかなきゃいけないし自覚症状の変化があるんだったらあまりね厳しい場合についてはどうかというと増量せず減量しなきゃいけないとされてますんでそのこと知っておいてください、まあ、自覚症状としては不安焦燥興奮パニック発作不眠、まあ、こういったものが現れてくることありますんでそういった症状が現れた場合に関しては増量せず減量していこうねなんてねことが書かれております。ととはどうかというかい 日数のを最小限にしましょうってことでたくさん出さないでくださいっていうのが書いてあったりするあとは眠気めまい等が現れることあるんで自動車の運転等危険を伴う機械操作に従事させないようにしましょうねっていうの書かれたりするであとは減量に関することなんですけど突然減量すると離脱症状が現れますんでどうかというと徐々に減量しましょうねみたいなことが書かれてますんでそのこと知っといてくださいなので使うにあたって行動変化自覚症状の変化ないかなっていうのを見ていかなきゃいけない眠気がありますんで自動車の運転等を注意しなきゃいけない 自殺目的で過料投与する可能性がありますので1回投与は最小限にしましょうあとはどうかというと減量する時に関しては離脱症状ありますんで徐々に減量しましょうってことが書かれてますんでそのこと知っておいてくださいこれが使用するにあたっての注意事項ですはいじゃあ次行きましょう次に関しては副作用副作用に関しては特に多いのは経眠と言われてますね眠気です これがなんと50%出るってデータがありますんで、むちゃくちゃ眠たくなるんだってことは知っておいてください。なんと2人に1人は眠くなるっていうですね、そんな副作用となってます。あとはどうかというと、狡轄ですね。喉が渇くっていうのがあるみたいです。なので、経緯と狡轄、この辺については、まあ、指導しておく必要があるんではないかなと思います。あとは重大な副作用としては、セロトニンが増えすぎる、セロトニン症候群が現れたりとか、あと換気の障害、あとは SIDH。 あと皮膚粘膜がん症候群まあこういったものがありますんでこのこと知っておきましょう特に注意しなきゃいけないセロトニ症候群ですね、まあ、こんなもの現れますので注意する必要がありますはいこれが副作用に関する内容ですで次は相互作用に関する内容なんですけどもまあそこを見るにあたってどうやって消失するかこれ知っておきましょう肝代謝酵素シップ1 a 2 b 6および 3A4 で代謝されるというのがあります なのでこのことからどうかというと 3a4 阻害剤 3a4 誘導剤まあこういったものとまあ相互さえ起こすことありますよーってなってますのでこのこと知っておいてくださいであとは禁忌薬ありましたね併用,し併用禁忌薬としては何があるかというと併用禁忌薬としては魔王阻害剤セレギリンラサギリンがありますんでパーキンソン病患者に対して使う時に関しては特に注意が必要一緒に使えないものありますんで注意しておかなきゃいけないっていうふうになっております で、あとはですね、セロトニンが増えすぎるとか、セロトニンに対して作用するお薬と相互作用あったりするんで、まあ、セロトニン再取り込み阻害剤とかですね、まあ、こういったものと相互作用あります。何が起こるかというと、セロトニン作用は増強、セロトニン症候群が生じることあるので、セロトニン増えすぎるというね、そんな副作用ありますんで、セロトニン作動薬とか、セロトニン再取り込み阻害薬、そういったものに関しては一緒に使うと、セロトニン症候群が現れることあるよってことね、知っておいてください。 あと、アルファリンなんかもありますけど、まあ、こんなあるんだな、ぐらいでいいかなと思います。ということで、これが何かというと、これが総合剤に関する内容となっています。はい。じゃあ、ここまでね、リフレックス、レメロンについてお話ししていったんですが、まあ、このリフレックス、レメロン、どんなね、お薬かというと、まあ、作用がちょっと複雑なんですね。ただ、単純に言うと、ノラアドレナリンを有利促進、セロトニンを有利促進していくっていうふうになってるお薬なんだってことを知っておいてください。で、このお薬なんですが、抗うつにしか使いません。 抗うつ剤としてしか使いませんので出てきた時点でうつに対する患者さんに対する処方なんだってことが分かるということです。他の抗うつ薬に関してはどうかというとうつ以外にも使いましたね三冠系だったら夜尿が出るこれに対して使ったりする夜があまりにもね尿出てしまう夜尿症とか飲料症に使うことができるってなってますし SRI だったらパニックとか。 社会不安障害こんなものに使ったりすることあるよってなってます。あと SNA がデルキセチンだったらどうかというとデルキセチンに関しては痛みに使ったりすることあるってなってますがこのナッサに関しては鬱にしか使わないっていうねこのことを知っておきましょう。あとは使うにあたっての注意事項なんですがどうかというと使うにあたっての注意事項に関しては徐々に増量するとかですね。あとは年齢見なきゃいけないとか。あとは使っていくにあたって行動変化がないかな自覚症状変化ないかなって見て行かなきゃいけないとか。あと眠気がありますんで自動車の運転等を気をつけなきゃいけないよとか。まあそんなことまとめてますんでよかったらこの動画でしっかりねリフレックス眠能 特徴を押さえてもらって適切に使えるようになりましょう最後まで動画を見ていただいてありがとうございます今回の動画いかがでしたか良かったなと思う人に関しては高評価ボタンをもしくは何か気になる点あるんでしたらコメント欄からコメントください今後もです、ね、医薬品情報といろんな情報を上げていきますので良かったらチャンネル登録お願いいたします